今回のテーマは、福寿草ですね。1月、正月っぽいですよね。早速、下書きに沿って書いてみたいと思います。最初はね、ノーマルのスピードで説明をしながらやりますね。今回は一番最初に、この影の部分、影というか、葉っぱと葉っぱの隙間とかね、花との隙間を濃く書いていきます。この隙間が、こう、割とアクセントになって、奥行きが、こう、感じるような、そういう効果もあります。で、描くのは、割とこのね、インディゴというかね、濃い紺色を使います。これはね、他の色でも、構わないと思うんですよね。例えば、セピアとかね、濃い茶色。まあ、黒でやっても、人によってはね、構わないとは思うんですけども、まあ、なるべく濃い色で、細かいですからね、この、鉛筆の先端をこうちょっと尖らせて書いていきます。で、この最初にこの濃いところを書くというのは、ですね、重ね塗りで後から濃い色を使ったとしても、エッジがシャープにいかない場合があるので、エッジをシャープにしたい場合は、こう、例えばこのね、トンボの色辞典。今回はトンボの色辞典を使ってますけども、そういうちょっと固めの鉛筆の時は向いてます。最初にね、こう、まあ、これはベタで塗っても構わないんですけども、その時に、まあ、一番最初に塗った方が、まあ、色が綺麗に塗れるという、そういうこともあります。この辺はね、まあ、慎重に、書いていきます。で、まあ、縁取りをしないとかね、よく僕説明しますけども、今回みたいな、この塗りつぶしの場合は、別に縁取りをしても構いませんし、とにかくね、エッジをシャープに、エッジというのはね、この葉っぱとか花の、外側の形ですね。それをシャープに、したいのですね。シャープにすることによって、手前の形がこうはっきりとわかる。ふわっとした感じではなくてね、こうちょっとメリハリのある絵にしたいなっていう時は、このエッジをね、しっかりと描くということ。エッジをしっかり描くということは、色の差をしっかりつけるということ。なので、今回は割と最初にこう強めに描いていってます。この時にね、まあ注意することはそんなにないんですけども、まあ間違わないで下書きに沿って書くと。最初にね、下書きに、まあ見える段階で、濃く書くっていうのもね、書きやすいという、そういうのもありますけどね。これ塗ってるうちにね、だんだん下書きがね、こうわかんなくなってきて、どこが抜けてるのかってね、こう、その場合もあるのでね、こうやって書いていきます。ここからの作業はね、まあ繰り返しになるので、早送りでね、こう、立ったかとね、見せていきますけども、この、今、書いているね、葉っぱの間、結構、葉っぱがね、こう、割と鋭利になっているので、それも気をつけながら書きます。で、さらに、ね、この、今度は葉っぱをね、書いていくんですけども、使う色は、まあ、薄い緑と濃い緑。まあ、黄緑色っぽい色ですね。今回はね、元の葉っぱのあれを、色を考えて、若干ちょっとね、ブルーっぽいような緑でも構わないかなという。それでね、最初にこう、薄い色で、こう、下塗りじゃないんですけども、描きながら、今回は、併用してね、濃い、緑色も使っていきます。最初に全部こうやってこうね、塗ってもいいんですけども、こう綺麗に全部塗る必要もなくてね、要所要所で、書いていくという。ただ今回はまあ、どこが緑だかってこうね、間違えない、ね、間違わないように、こうある程度ね、こう、下塗りというかね、それで塗っています。まあ、花とね、緑を間違うことはないと思うんですけども、それでこれですね、今、濃い色を塗るときに、葉っぱ全体を濃くしていくというよりかは、濃くしたいところを少しこうね、濃い緑で塗っていきます。それによって、葉っぱの、
手前と奥との差を出すと、まあ、葉っぱの重なりですよね、を出したりですとか、あとはこの、花ですね。花との、境をちょっと強調させるために、濃い緑にしていくとか、そういう割と、書き方で言えば、まあ、ちょっと平面処理っぽいような書き方です。平面処理っぽいっていうのは、まあ、例えばこう、テクスチャーを、しつこく書いていくというよりかは、こう、面として捉えていくと。面として、こう、濃い部分、薄い部分を捉えて、で、その中で、こう、グラデーションにしていって、葉っぱのね、この表情をつける。なのでね、今回は、葉っぱの葉脈とかね、そういう細かいテクスチャーは、追わないで、仕上げていくようにいたします。まあ、色のね、この持っている綺麗さをこうね、どんだけまあ、素直に描いていくかという、そこがポイントになります。こうやって薄い色を刺しながら濃い色を刺していくと。いきなり濃い色を描いてね、濃くなりすぎるよりかは、一回薄い色を描いて、それから濃い色で調節していくと。ここなんかはね、花とのね、境を少しこう、花を目立たせたいように、濃い色をつけていく。で、ちょっと全体に行くに従って薄くしていくと。そうすることでね、葉っぱ一枚一枚のね、この、福寿草の、独特の葉っぱの形も表現できるかなと。繰り返しになりますけどもね、今回使っている、トンボの色辞典、まあ、そういった固めの、鉛筆を使う時の書き方が、今回は有効ですね。これ柔らかい鉛筆で持ってね、書いていくとね、ある程度ね、後から濃い色を足してもね、こうカバー力があるのでね、それっぽくなりますけども、こういうね、硬質はね、上から濃い色をカバー力が少ないのでね、最初に、濃い色を書いていくという、そういうテクニックですね。葉っぱがある程度できたら今度はね、花ですね。花も、ですね、普通薄い色をベースで持って最初に塗るんですけども、今回は、花の中で使う一番濃い色。まあ、黄色の花ですのでね、それの影になるような色、まあ、黄土色。それを最初に描いていきます。黄土色でこういうね、花との、重なり合いを表現します。花を描くときの、これもね、基本ですけども、重なっている、後ろの部分が、影で濃ければ、濃いところを描いていくというね、明るいところは、後からこう、色を足していくと。最初に濃いところを描いていって、奥行きを出していく。そういうのがね、まあ、花描くときの基本になりますよね。で、さらに下書きが薄い場合はね、この輪郭を、奥の影で表現しますので、それで奥から描いていくと。で、ある程度このね、表現できたら、今度、ベースじゃないですよね、黄色を加えていくと。で、さらにこの黄色も、一番最後にまたね、黄色を塗る黄色よりかは少しこう濃いめの黄色を塗って、なんかこう花びらのね、重なりをより強調すると。だから白く残しているところはね、これはね、一番最後にまた今度レモンイエローを上からかけるので、今は残しておきます。上の方のね、花もね、同じように濃いところから描いていって、まあ、あとはね、どこから光が当たってるかっていうのをこの段階でちょっと演出しながらね、端っこの方はね、こう濃くしたりとかして、で、少しこう丸みを出したりとかね。葉っぱがね、こう割と平面的な処理をしているので、花びらは少しこう立体的に、なんかこう、そういう感じでね、こう今、若干の明暗をつけてます。
色の構成としては今オレンジ使いましたけど、まあオレンジ使わないで、ちょっと濃いめの黄色でもね、それは OK です。これもね、繰り返しですよね。最初に濃いところを塗って、こうちょっと重なってる感じがこうね、今表現してますよね。で、常に隣の葉っぱとの、上限というかね、手前と奥との関係を意識して描いていきます。それによってはね、この濃く影になる部分をどっちにするかってこうね、考えながら。この花もね、特に今回は上役のね、方向とか意識しなくてもいいんですけども、少しこう後でね、濃い色でもって足すときは、上役の方向を意識した方がいいと思います。で、花を描いたら今度またね、葉っぱを描いて、色の、濃度を調節します。そのね、お互いにこう繰り返しながら、徐々に徐々に仕上げていって、色のバランスをとっていきます。このね、今薄い色を塗りましたけども、薄い色を塗ることによって、画面がしっかりしますのでね。で、その後に濃い色で、ちょっと花びらのね、強調させたりとかするところを描いていきます。あとね、強調させる部分としてはね、この同じ葉っぱの中でも、今これ先端を描いてますよね。先端を若干こう濃くすることによって葉っぱの形がね、より分かってきますからね。で、ここでもってレモンイエロー。もうこれはね、葉っぱも全部被せて描くような感じでいいと思います。そうすることによってね、絵の一体感が出ますので。で、これ当然影の部分やそういうところもね、一緒にレモンイエローを一気に上から被せちゃった方がいいですね。どうしてもね、最初に描いたインディゴがね、青が目立ってしまうなっていう時はね、ここでもって、もっと強くレモン色をかける場合もあります。さてと、さっきのね、最終的な調整。葉っぱの先端を少しこう緑を足して、葉っぱの形をここでもってこうね、強調します。これもね、ほんのちょっとですけどね。あんまりやりすぎるとね、ベターっとなっちゃいますからね。というふうにして、こうね、割と柔らかいな雰囲気にも、できますけども、でも、エッジはちゃんとシャープにするという、そういう描き方ね、今回は、やってみました。それではまた。